デカキン TV レディーゴー。ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。台東ステーションの府中クルーテンさんに来ています。そして山本くんが来てくれてます。こんにちは、お願いします。お願いします。今日はですね、実はあるものを持ってきたんですよ。それがサイコロを持ってきました。ということで今日やる企画はですね、クレーンゲーム1万円でサイコロ振って止まったところで必ず取らなきゃいけなくてゴールまで行こうよまあいいかじゃないんだよ今日はですね、スタート地点とゴール地点を決めて今度サイコロ振ります。これがデカキンが歩ける歩数だから、5が出たら5歩進める、1が出たら1歩進める。だからスタート位置どこにしようかな。じゃあスタートをね、こちらのちいかおさんにしたいと思います。あら、でここから転がしてもうあっち側に行くもよし。大丈夫、そんな体力あります？何ね、どういうことでんぐり返しして。あ、でんぐり返しない、ごめん転がって歩くって言ってんの俺。転がってそのまま行くって。じゃあ毎回でんぐり返し行かない、これアスファルトだぞお前。アスファルトではないけど、アスファルトじゃないか、コンクリートだな、コンクリートで、この床で、うん、まあだからこの歩数分歩きます。こう言ってみるから、最初からこう言ってみよう。あ、何歩だから。そうなるほど。で最終的にゴールがこっち。相当遠いっすよ。ゴールがこちらのモンスターキャッチャー。あ、モンスターキャッチャー。はい、だけど今日はちょっと1万円でなんとかすぐ取ってすぐサイコロ食って、はい、最後500円残しかないとダメだね。そうですね。でここで最後取ってゴールだから、いけます、1万円で。まあそう、いろいろやってきてますんで。そうですね。なんで今日はちょっと1万円で挑戦したいと思います。じゃあ早速1万円両替したいと思います。うわ、いやでもマジでゴールしよう今日は。いやマジでゴールしてくださいよ。うん、サイコロも6666みたいな、毎回6出して。いやーでも僕これ結構サイコロトラウマあるんで。前にね、レトロ自販機でサイコロでゴールまで行くっていう。そうですね、あれの時も結局その最後の最後であと1足らずにみたいなありましたから。あったもんね、あの撮影のせいでね、サイコロボロボロです今はい、ということでこちら1万円両替し終わりました。はい、じゃあ早速サイコロ振ってやっていきたいと思います。もうサイコロもこれ使い古してるよね、もうね。もう結構ボコボコだもんね。確かに、走るけど結構穴開いちゃった。じゃあ俺の顔じゃないんだよお前。結構穴開いちゃった。何やってんだよ、穴開いちゃってるってどういう顔なんだよそれおっしゃ、スタートからゴールを目指してすごろくクレーンゲーム生活スタート。じゃあいくよ。はい、さあ6ね、せーの、ほら6、さあお願い6。うわ、はい、サイコロの目は2です。序盤から2か。はい、ということでサイコロの目は2ですね。はい、こっから2本。はい、じゃあいきます、せーの、1 1 2。はい、まあ最初なんで、まあこの後頑張ればいいんじゃないですか。まあ確かにね、足長い方なんですけどね、デカキンね。そうなんですよね、そう、足長いです。上半身と下半身だったら足の方が長いのよ。じゃあとりあえず一旦こちらのヨッシーを取っていきたいと思います。じゃあちょっと寄せて取ろうかな。でこっち側に寄って、はい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 、さすがですね。ここはまだ始まった初手なんだよこれじゃあここから2本でいきます。2本でアーム2本で近づけてくる。はい、逆転んだけ、よし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 。さあこれでちょっとでももうね、来てくれたらもう、あ、逆やめて逆やめて、いいやめて。あ、でもまあまあ引っかかりやすくなったからね。こっち狙います。おー、なるほど。はいはい、もうすぐ取っちゃうからね。お、はいはい、よし、いや、いい。あえて黄色を下にしたんで。なるほど。で足だけをちょっと外に出します、一瞬。はい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 、もう分かりますよね、この黄色いヨッシーでやっぱりこうしないとこの体勢には持ってこれなかったんで。あえてここ持ち上げるの怖いんで、一本アームで足だけでずらします。なるほど。絶対持ち上げたくないんで、この足だけをシュッとずらして、はいはいはい、来た、はい来た。おお、はい、もう次でじゃあ取らせていただきますね。今言う通りになってますから。はい、言う通りになったんで、もうあれですね、このまままた足だけ、左側だけを持ってこういくパターン、もしくはこの本体で押しちゃって頭持ち上げてコロンと、どっちかだと思ってんのよ。本体で押そうかな、で頭持ち上げて。ただこのいっぱい説明した後いつも外してますけど大丈夫ですか、うん、まあそうだよね、はい、これだって足だけ持ち上げた方がいいかもしれないの、こっちでねまあわかんないです、わかんない、それはもうもちろん任せますけど。だってあと10秒しかない、どっち
で行くのっていう。いや押す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 、よし、本体で押して、はい、で頭をちょっとでも持ち上げていた。あーまあ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 、もうこれだ、もう下持ち上げても行くわ。こっからゴロンってあっちになることないでしょさすがに。はい、こっち持ってきちゃって、もう終わり、もう終わり、もう終わり、終わり終わり終わり、よっしゃ、危なかった、危なかった、よかった、あーやっと取れた。はい、ということでよしゲットしました。いや危なかったね。いやだいぶ危なかったっす頭でバウンドした瞬間にここね。でも運命に勝ちましたから、これが定めなんで、ここでいいあのダッシュができたんで、はい、この調子いきたいと思います。じゃあサイコロ、さっき2だったからもっと大きい数字がいいね。せーの、はい、6だよ、6。止まって、そこだ、はい、OK だね、OK です、はい、ということで5です。ということで今からこれ5歩進もうと思います。これちなみにだけど、通路で野ざらしになっちゃった場合はゲームオーバーだから、あくまでもどっかのクレーンゲームにつかなきゃいけない。であと10円、ここだとほら見て、はいはいはい、クレーンゲームあるんだ。これはさすがなしでしょ。10円はなしで、せめてこっち側で回っていくみたいな形でいこうと思います、はい、じゃあ5歩ね、いきます。いやでもね、ちょっと待って、クレヨンしんちゃんも欲しいんだよな。タイタン行ってほしいは行ってほしいですけど、まあいやでもまだ初めだからさ、ちょっとクレーンゲームの人形何が入ってるかもちょっとね久々なんで見たいんで、こういう感じで行こうかな。じゃあ行くよ、はい、せーの、1、2、3、4。まあ、どっちか5。スヌーピー取りやすそうだったから、スヌーピーが、うん、取りやすそう、スヌーピーにします。じゃあ早速こちらのスヌーピーを取りたいと思います。頭持ってこれってなら頭が一番いいけどな。一応3問で1回掴んで頭をね、こっちに当たるか。あ、セクセクセク、あーどうだ、頭を、あ、おなるほど、やっぱ重いんだ頭が。そうですね。じゃあお尻ででお尻をなんとかこっち側に、はい、ちょっとずつちょっとずつ、足の方がやっぱいいかな。ずれし、お願い、もうちょっとずれて、よいしょ、 OKOKOK、 順調順調、はい、これでなんとか腰だけ落ちちゃって、あー、ちゃんとミスりましたねまあやっぱ長年やってくるとね、ああいうミスした時になんか微笑んじゃうというか、うん、確かに、まあ二度そういう同じミスはないですからそう、いや回収ちょっと早すぎちゃうなちょっと回収早すぎちゃいます。同じミスはないからなって、すぐだったから超足を狙う感じ、一本でグイッと。どうなんだろうね、分かんないね、本当にね。ちょっとでもこっちずれて、はい、鼻出てるから。あ、鼻出てますね鼻出てますね、鼻も出てるから、よし、はい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 、さっきの鼻出たから根元まで行ってる。そうそう、鼻鼻差で動かなそうな、ね、頭は重い。でも動いたらすごいですよね、これで動いたら。だって胴体軽いわけだから、うん、おそう鼻がね、だからさっきがどんだけすごかったかって分かるでしょ。そうですね、鼻が出ただけでもだいぶすごかった。これって鼻を乗せたらゲットだったっけそんな緩いルールないっす。鼻乗せたらゲットじゃない、鼻乗せたらゲット、どこにも書いてないですし。じゃあちょっとこれは初期位置とかの方がいいかな、だったらまあなんかそんな感じはしますね。ちょっとですね、あの店員さんと相談したところ、このままの方がいいんじゃないかっていう案も出たので、はい、確かにまたね初期位置戻してこの体勢になる可能性高いもんね。そうですね、一旦これでやってみようと思います。頑張って持ち上げて、いいよ、うわ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 、鼻出てる見て鼻出てる、鼻出てるけど、まあまあいいんですけど、位置は鼻出てゴールじゃないけど、位置ではいます。もう大丈夫、もういける、いける、いける、もういいです、もうめっちゃいい、めっちゃいい、いける、いける、いける。ちょっと3問で掴めるように、よし、うわよしよしよし、来た、うわ、もう降参ですみたいな言ってるもんね。これはもう言ってますね、はい、おお、これで掴んで取れて、あー危なかった、とんでもないことしてしまった、危なかった、怖かった、全てが台無しになる瞬間だった、めっちゃ怖かった今。いやでも怖いからこっちにする、絶対落ちないゾーンというか。意外とむずいですかね、
あ、はい、もう寄ってもらってもよいしょ取れた、あ、よかった。ということでこちらスヌーピーゲットしました。あー、やっとだね。スヌーピーも喜んでくれてる。よし、じゃあサイコロ振ろうか。振りましょう。よし、サイコロ振ろう。じゃあサイコロ振るよ。はい、666出てほしい。666、せーの、はい666で、うわ、よし、うわ、決定だ。ということでこちら4です。じゃあ4歩進みたいと思います。はい、あのね、こっち側だとデカキンがさ、取ったこともあるような感じのこう寄せて寄せて取るみたいなのが多いんだけど、はい、こっち側は橋渡しなのよ。ああ、なるほど、はいはいはい。だからギリギリまで一旦こっちで4歩ぐらい行っちゃって、最後そっちに曲がってった方が安牌なのかもなっていう。ああ、よし、行こう。はい、行きましょう。1、2、3。最後の今のその厳しくやるとしたら、その3、4ってちょっと右足出ましたけど、今ので4歩ってことでいいですか？それ勘弁してください。それはあの右膝手術2回してますんで、そのあれはあの安定しないというとこなんで、膝の安定なんで。じゃあとりあえず今のはセーフにしましょうか。 OK、 今のセーフね。はい、ただもういけるところ、もうそこまで俺止める自信ないから、あと一歩ですからね。もう一歩だもんね、最後の一歩だけ。だからこういくのかどうなのか、はい、決めました。じゃあいくよ。はい、せーの、4。こっちだ。はい、こっちで戻った。戻るとかあるんだ。はい、プーさんでいきます。プーさんで。まだこっちだったらすぐ取れて、またサイコロ振れそうな気するんで。そうですね。じゃあプーさんでいこうと思います。ちょっとでもね、また近寄ってくれれば。そうですね。お、結構持ち上がるじゃん。お、ほんとだ。うわ、おー、いいね。ただこう、こういう形になったか。お尻を持ち上げてヒュッてあっち行ってくんないかな。はい、持ち上げて、うわ、うわー、すげえ。すぐだよ、すぐ。これすぐですね。まあでもデカキン、こっから不得意なゾーンに入るんで、これだから2択なんですよ。また見せてください。お尻だけいくか、もしくは頭も持ち上げちゃうか、はい、どっちかなのよ。本当こればっかりは、みんなわからんって言ってるから、はい、毎回悩みますもんね。頭でいいでしょ。なるほど。いやー、待って、ちょっと待って、あと17秒。いや、だどっちみち頭は持ち上げないと無理だもん。2本だったら持ち上げられないから、危険ないから。うん、ちょっと持ち上がったらそれで落ちちゃうし。はい、はい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 、うわー、2択間違えました。まあ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 、まあ、でもいけるいけるいける、まだ全然いけるんで。いや、ひっくり返らないで、やめて。よいしょ、おー、きた。もうこれはね、この肩アームで押せばいいだけ。持ち上げずに押せばいいだけだと思うわ。いきます。オッケー、よかった。危なかった。ということで熊野プーさんゲットしました。よし、もうこの調子でまたサイコロ振ってガンガン進んでいきたいと思います。もう次6だね。お願いします。せーの、はい、はい、どうだ。おお、うわうわうわ。ということで3ですね。うわー、厳しいな。やばいな、3ってあんま進めないね。確かに。ちょっとここでお助けカード。え、お助けカード。え、お助けカードあんの。お助けカード。いや、いいんだよその呼び方は。発音の仕方とかわかんないんだよ。え、ここでデカキンさん、はい、お助けカードは3枚あります。3枚。はい、だいぶ有利じゃん。3枚もあったら。まずはワープカード。やばそうだな、ワープカード。やばそうだな、はい、2枚目は、うん、バイカード。バイカード、バイカード。なるほど、はい、まあ多分その名前的に倍になるのかなっていうのは推測できる。まあ、まだわからないですけど、はい、3枚目はテレフォン。テレフォン、はい、これはちょっとテレフォンはわかんないですね。なんかプロの人につながってその人が手伝ってくれるみたいな。まあまあ、それはわかんないですけど、まあ、可能性あるね。川っていうところですね。じゃあバイカード使おうかな。バイカード、バイカード。どんな効力、まあ多分かける2ってことだよね。そうです。じゃあバイカードで今3だったから、これで6マス。 6マスいけます。 OK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 。 じゃあ6いきます。お願いします。1、2、3、4。おー、危ない。
あ、今五六。あ、ない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 。ちょっとトーンでやめろってお前だから。今4で、しんちゃんまで行こうか。じゃあ行くよ。はい。5、6。はいはい。じゃあ早速こちらを撮りたいと思います。これさ、ワンちゃん俺一発で撮れるかも。だってほら見て、あのほっぺと手の隙間、あそこにアーム入ったら一撃で挟まって。確かにデカキンさん結構それ得意ですよね。ちょっとじゃあそれ行ってみるわ。はい。入った。うわー、すごっ。来い。しんちゃん、そこ外れないよね。うわー、でもこれも取るわ。じゃあ白にちょっと当たっちゃうけど、まあ、おっと、バランスむずいよねこれね。そうそう、頭意外にこの、おーっと、白かな。これで完全に白になった。もう完全にデカキン TV 今始まった感じしました。明日、はい、はい、で足の方で、まあでも取りやすくなった。うん、持ちやすい。あれなんだ。一回ちょっと気分転換じゃないけど、しんちゃんの場所大事だと思うんだよね。まあ確かに、奥じゃなくてもうちょっとこっち側に来てってくれてたら、うん、おえ、ニコドリでしょ。ニコドリ本当にね、俺らぐらいだと思うよこれ見てさ、ニコドリだっていうやつ。いいねやっぱね。本当に俺らは、俺らは最高のチームだからな。マジでバカですよね。もう本当にニコドリいけるって思うんだもん。思っちゃうじゃん。思うんだもん。で、ほら、いけそうな気してんだもん。ほら、めっちゃいいじゃないですか。ニコドリで寄せてくってのはありかもしれないね。ニコドリ寄せありかもしれない。うん、新しい。だってしんちゃんでも奥いけないんだから。え、そう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 。これガチでありだよ。だからしんちゃんの股入れてさ、うん、ニコドリするのと思わせて、あ、またでも入るでしょ。後日入るでしょ。はい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 、ニコドリなのってほらほら、めっちゃいい、ほらめっちゃいいっすよ。めっちゃいいよ。これどうする。これはしんちゃんとニコドリの方がいいか。ニコドリの方がいいよな。しんちゃんもな、うん、せっかくここまでね。でしんちゃんのヘディングで入るというか。しんちゃんさあ、ニコドリ、ニコドリ来た。これでいやー、来たぞ。これさ、だから本体で本当は押したいんだけど、でも本体がそんな感じじゃない。あと9秒しかない。一回しんちゃん寄せるわ。しんちゃん寄せて。しんちゃんが当たってポンってないか。ワンちゃん、いや、あるあるある。ワンちゃんあるよな。ある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 。しんちゃんがあそこ当たって、いや、いいいい。これしんちゃんが今言ってくれたね。しんちゃん行きましたね。ギリギリシュートがね、ゴール入らなかったけど、これいいんじゃないですか。しんちゃんとのニコドリ、もうちょいこっちにする。あのゴールあっちにね、端なのよ。はい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 。しんちゃんにも当たる感じでやればさ、はいはいはい、白はもう後ろ行けないわけだから。ああ、いいんじゃないですか。まあ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 、そうか、ニコドリできるか。これでもうニコドリですよ。これでちょっとニコドリでいくよ。ちょっとニコドリで、わ、これやばっ、これ入るぞ。うわうわ、きた、完璧。うわ、ダブルで協力プレイでいけたね最後ね。これ絶対皆さん真似しないでください。こんな取り方したらお金いくらあっても足りなくなりますから。ということで、こちらクレヨンしんちゃんの白ゲットしました。かわいいね。かわいいっすね。お金もね、間もなくなのよ。1万円あと1000円2000円ぐらいの感じなのよ。やばいっすよ。なんでワープ使おうと思います。だからワープっていうのは近づけるってことでしょ。ゴールに、ゴールに近づけるというよりは、ランダムで、というよりはランダムで目つぶっていただいて、うん、私が、待って、ランダムで目つぶるってことは俺目つぶらなくてもいいってこと。まあまあ目つぶらなくてもいいですけど。あ、つぶらなくても勝手に連れてかれるってこと。そうです、僕が連れてった場所からスタートになります。ワープはもう本当に少しなんですよ。1000円ちょっとぐらいしかないんで、はい、ワープで行きたいと思います。じゃあ、はい、ワープお願いします。ワープ行きますよ。はいはい、じゃあ近づいたんじゃない。はいはいはい、いやー、どこ、もういい、もういい、目開けて。まだまだまだ、全然全然。スタッフルーム入ろうとしてる。いや、入ろうとしてないです。もういいんじゃない。いや、まだ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 。はい、目開けてください。せーの、はい。お、おお、目の前じゃん。そうです。ワープ最高だわ、マジで。変なフィギュアゾーンとかに置かれたらどうしようと思ってた。通りはしました。通りはしたんだ。フィギュアゾーンとかも通りました。危ねえ。結構歩きましたもんね。歩いた歩いた歩いた、はい、じゃあサイコロ振ってゴール目指したいと思います。はい。
じゃあいきます、せーの、はい、666666だ、666だよ、666だよ、おーでもいいんじゃない、いいんじゃない、おーということで5です、5だ、じゃあここから5歩進もうと思います、はい、いきます、1、2、3、あれ意外にいけない、やばいやばい、4、5、うおー、はい、ということで見てこれさ、さっきさ、あの山本くんがやーって言った時の中山筋肉くんじゃないしかもこれプッシュって書いてあるよ、あ、そうですね、見本があるわ、いくよ、じゃあちょっと、はい、押します、なんか喋ってる、なんか喋ってるね、絶対欲しいわ、いやこれは欲しい、はい、じゃあ早速これを取りたいと思います、いきます、はい、おー、あーでもいいね、売れましたね、あー回っちゃったね、おお、こっち側かな、足の方を持ってやるんだよね確かね、寄ったでしょ、おお、いいね、いける、うわうわ、惜しい、残り300円です、あら、じゃあやばいんじゃないですか、あー惜しい、さあ残り200円、いいとこに挟まったんじゃない、おー惜しい、はい、ということで1万円終了、追加しよう、お金早い早い早い、いや欲しいもんだって、どういうことですか、じゃあ、いやだからなんか方法、テレフォン、テレフォン行きますか、はい、テレフォンかけようと思います、やっとテレフォン、テレフォンでなんかもしかしたら、はい、あの追加のお金、はいはいはい、融資してくれるとかそういうのがあるかもしれないから、確かに、ちょっとテレフォンかけたいと思います、はい、テレフォンはですね、うん、カメラマン山本に電話できる、あ、権利、いや今会話してるじゃん、今離れるんで、僕が離れる、離れまして、そこで電話で、うん、こういう風に撮ったらいいんじゃないかっていうアドバイス、一旦電話するわ、じゃあ、はい、もしもし、あ、もしもし、はい、どうされました、山本くん、ごめん、今あのクレーンゲームやってて、ちょっと今1万円使い切っちゃって、なんか方法ないかなと思って、そうっす、いやー、そう、じゃあ、じゃあ お金貸しましょうか、あ、お金貸してくれる、はい、いくらぐらい貸せるかな、そうっす、3000円、3000円、オッケー、じゃああの俺2秒で返せるから、はい、じゃあ3000円貸しますわ、うん、ありがとう、はーい、はーい、はーい、どうも、はーい、はーい、あ、来た来た来た、よし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 、何の意味があったんだよお前意味ないだろ、音聞こえにくくなったぐらいだろ今、なんならテレフォン選択されたんで、テレフォンで山本くん3000円貸してくれるってなったから、はい、3000円じゃあ追加で、わかりました、プラス追加で3000円やりたいと思います、ということでこちら3000円両替しまして、中山きんに君さんを初期位置に戻してもらいました、で口開けてるやつもね置いてもらいました、本当だ、さあ取ろう、取りましょう、腕の向きも違うんだ、本当だ、上に上げてるやつと下のこのギュッてやってるやつ、本当だ、よし、じゃあいくよ、お願いします、入った、うわー、一撃だ、よっしゃいや一撃だったね、すごいっすね、ということで中山筋肉のぬいぐるみゲットしました、いや元気になるわ声聞いてたら、いやこれ嬉しいね、はい、ということでこちら中山筋肉のゲットです、じゃあいくよ、はい、よっしゃ、少しでも多い数字だね、はい、あと2回でいけると思うから、せーの、はい、わ、これ早いぞ、いや、お願い、お願い、6、いや、6出て、あぐっということで3です、まあでも近づけると思うんで、はい、はい、こちら3でいきたいと思います、せーの、1、2、3、そこ一歩戻してください、3歩なんで、その左足で、そうそうそう、じゃあミッフィーちゃんです、ミッフィーちゃん、え、上の方が取りやすそうな気するな、上にしよう、はい、じゃあプリキュアのぬいぐるみ取りたいと思います、はい、
うわ、おい、いいっすね。いくよ。はい、お願いします。狙い変えたんすね。そう、嘘だろ。うわー、来た来たー来たー、よしな。いやー、ということでこちらプリキュアのぬいぐるみゲットです。よし、サイコロでもゴールしよう。もうそこですから。6は出たらいけんじゃない、ワンチャン。いけますよ、これ。いけるいける。はい、よし、サイコロ振ろう。サイコロお願いします。じゃあ投げるよ。はい、お願いします。いきます、せーの。はい、どうだ。おー、速攻決まりました。ということで4ですね。4です。なんかさ、こっち側の台よりこっち側の台の方がモンスターキャッチャーに近いじゃん。そうですね。だこっち側行くわ俺。じゃあ行くよ。はい、1、2、3。近づきすぎだから。で、あともう一歩4。あ、ここまでか。ということはこちらですね、マイメロディーと黒身のぬいぐるみですね。わー、近そうな、こっちから。え、惜しい。あ、すごい陽気な音、いいな。あれ、横取り？また入らんか。でも惜しい。いける。これはまさかここで俺が沼るなんて思わなかった。ドールギリギリで終わるかと思った、今一瞬。いやー、でもいけましたね。ということでこちらクロミちゃんのぬいぐるみゲットしました。あと3歩以上だったらいけるかな。3歩でいけるような気しますよね。3以上出してもう最後あの経験も取ってゴールしたいと思います。お願いします。じゃあサイコロを回します。お願いします。せーの。はい、うわ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 、いった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 。ということで5です。いやー、最高ですわ。5だったらいけるもんな、あっちまでね。5はいけます。やっとゴールだね。それでは5歩進みます。せーの、1、2、3、4。わっ、最高です。それでは最後こちらのモンスターキャッチャーを取って完全なるゴールに。で、まだまだお金はあるんで、はい、これでいこうと思います。いきます。もう近場のこのサメじゃないかな。はい、いやいやいや、まあアームが当たっちゃってたんで。でもこれ500円なんだよ。いや、いける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 。じゃあ近くのサメはダメだな、遠くのサメで行こう。ここだ。うん、これで3点で掴めた。よし、掴んでる掴んでる掴んでる。ゴールへゴールへ。うわ、よいしょー、マジか。よかった。あ、すぐ取らないと。やったわ。うわ、これ完璧でしたね。完璧にいったね。はい、ということでサイコロを振ってスタートからゴールまで行こう。達成、イエーイ。まあでもね、山本くんのお助けカード3つがなかったら到底ゴールできてなかったんで。そうですね、3つ全部使いましたもんね。うん、山本くん本当、はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ポニュー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 、デカキン TV。 ということで今回取った景品の結果発表。まず一つ目がヨッシー、スヌーピー、クマのプーさん、クレヨンしんちゃんのシロ、中山きんに君、プリキュア、クロミちゃん、サメの合計8点ゲットしました。まあ厳密に言うとね、テレフォンでゲットした3000円っていうのがあるんで、まあまあまあ、まあ、1万3000円で8個だね。はい、いやでも何よりもね、なんか企画やって達成感があったね。いや、そうですね。万が一お助けカードのワープなかったらこれも絶望だったね。とてもじゃないけどクリアできない。しかも大量に汗かいたんで。やっぱあのクレーンゲームは体にいいね、健康なスポーツなので。はい、ということで最高の1日でした。ということでこの動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。